昨年エリザベス女王杯を制した後、右肥節、後肢にある関節の一つ、の炎症で今年初戦のドバイターフ。3月30日、米男芝1800メートル、を回避したブレーディベーグ、メス4イコール宮田、父ロードカナロア、は夏の復帰に向けて調整を進めていく。28日、サンデーレーシングが発表した。レースは未定となっている。現在、福島県のノーザンファーム天栄で足元の状態を見ながら乗り込みを重ねている。